2026年ダブルハイ、韓国代表が衝撃の出場権剥奪へ。国際サッカー連盟 FIFA が韓国サッカー協会 KFA に対する同国政府の介入を問題視し、警告文を送付したと韓国メディアが一斉に報じた。FIFA は加盟国の政治的中立性を重要視しており、定款14条で各国サッカー協会は第三者の干渉を受けてはならない、同15条では政治的な干渉から独立しなければならないと明記しているが、韓国代表クリンスマン前監督とホン・ミョンボ現監督の選考段階において、規定に反するアプローチや不透明な形での面談などがあったと指摘、ジョン・モング会長やホン・ミョンボ監督らが国会の公聴会に召喚されるという異例の事態に発展している。2015年にクウェート政府が国内のあらゆるスポーツ団体に介入できるように法改正を行ったことで、FIFA はクウェートサッカー協会に制裁を科し、2018年ロシアワールドカップのアジア予選出場を禁止するなどのペナルティを与えているということが実際に起きており、韓国代表のワールドカップ出場権が剥奪されるという最悪のシナリオも十分考えられる状況だという。確かにサッカー協会の会長や監督候補を国会に呼び出して、半ば無理やり代表監督にするって日本じゃ考えられない行為だよな。ルール違反があったならきちんと処罰されないと他の国にも示しがつかないですもんね。次回はゆっくり休んでください。なぜ FIFA が問題視しているのか隣国の関係者には理解が及んでいるのでしょうか。過去の FIFA に対する不満は別として、少なくともサッカーにおける国際基準は FIFA が統括しています。単純な話でダブルハイに出場したければ、韓国独自の基準や解釈は通用しないんですよ。以前クウェートは制裁を受けているし、韓国だけ何もないということは FIFA もできないだろうから、何かしらの処分はあるでしょうね。そもそも監督が国会に呼ばれるとか日本では考えられない話だけど、韓国側は都合の良いような解釈や言い訳で処分を逃れようとするのでしょうね。これも韓国側の制裁を受けるほどの干渉ではないって言い訳が面白い。干渉あったの認めちゃってるんだもの。お約束守れないんだから剥奪で問題ないでしょ。さよなら韓国。別に特段難しい問題でもなんでもなくて、ルールってものがあって、それに反したら罰則は当然。サッカーの試合中もファールってもんがあんだろ。韓国は全部都合いいように解釈して言い訳するのやめー。政治的介入を是が非でも行いたいなら、完全非公開で墓場まで持って帰るくらいの覚悟で裏でひっそりやってくれ。そういうところは北朝鮮に習おうな。まず試しに一回剥奪してるようだとことの重要性に気づくかもよ。